元モーニング娘。の辻君32が14日にインスタグラムのストーリーズを更新。夫婦円満の秘訣や今後の家族計画について明かした。この日、辻は幸い空シャン寝たのでちょっとだけと三男の航空くんが寝ている間にファンからの質問に回答することに。2007年に俳優の杉浦太陽39と結婚し三男一女に恵まれた辻だが、ファンから5人目の予定はありますか？と聞かれると、今のところないけどない話ではないかなと、いずれは第5子妊娠の可能性もあるかもしれないと回答。さらに、太陽くんとラブラブでい続ける秘訣は？と聞かれた際には、お互いイラッとしたことがあっても手をつないで寝る。と、夫婦円満の秘訣を明かし、いい枕探し仲辻ちゃん。どこのを使ってますか？と聞かれた際には、世界にたった一つ？いや、二つ？笑いの太陽枕です。www 原文ママと夫の腕枕で寝ていることも暴露し、ラブラブっぷりをアピールした。そんな辻に、ネットでは、辻ちゃんと太陽さん仲良すぎない？辻ちゃんのストーリー見てたら幸せそうすぎてため息出た。5人目泣くはないって言ってる。すごい羨ましい。辻ちゃんのこの回答すごくない？どんだけラブラブなんだよ。旦那の腕枕でしか寝ない辻ちゃん強すぎると様々な反応が寄せられている。